ロイヤル所属の従順洋館チェシャ旦那様と出会うまでは想像でしか存在しなかったよ。つまり、体も心も旦那様のものなの。キャーうにゃーめっちゃよく寝たにゃチェシャを起こした人うー旦那様

動物って、初めて見た人を恋人うん、じゃなくて、親だったね。いや、旦那様のことは関係ないよ。好きなものは好きで旦那様は旦那様でしょうがないにゃ旦那様、ロイヤルの子たちで面白い話にゃい他の陣営の子でもいいよ。教えて チェシャーは猫じゃないよ猫のように可愛いけど猫じゃないからねご主人様紅茶でもいかがですか <laughs> メイド隊の子たちを真似たよどうかにゃ旦那様あはーどうしたの旦那様ほらほらもう顔に出てるよもう 突然のおさわりは禁止チェシャーに一言言ってくれればいいのににゃんにゃんのお耳アクセサリー旦那様もつけてつけてちょっとだけチェシャーに見せるだけでいいっても。旦那様とチェシャーにできないことはにゃいよ任務完了ちょっと旦那様とチェシャーには簡単すぎじゃにゃいの メールだよ。内容気になる。チェシャーも見てていい旦那様お帰り怪我してない強い敵に会ってない他の子に急に惚れたりしてないうんうんうん。ならいいよ。委託組が戻ってきたよ。一緒に出迎えよう、旦那様。慰問品も持って。旦那様サンキュー。 今日のメインディッシュは魚雷かそれとも砲弾かにゃ勝った旦那様勝ったにゃー気づかれてないうちに逃げようよよ愛の一撃だあいた旦那様のために負けにゃいようん 初めて惚れた人はこんな人だったの旦那様どこ行ったの楽しいことはチェシャーを呼ばなかったらもしかしなくてもちょーっとプンプンしちゃうよ聞いたよ旦那様獣王の子たちと遊んだ時に本物の耳に触ったよほん。も。の。たー <laughs> 旦那様うらやましい 触ったうんチェシャーにちょっと会わせてくれたっていいじゃんチェシャーの愛情アピール旦那様に飽きられる可能性がワンチャンありでは飽きられないようにもっとがっつり旦那様にアタックするしかにゃい旦那様ー抱っこさせてチェシャーは旦那様がいなかったら この美しい世界に具現化されなかったし、可愛いみんなとも出会えなかったし、何より旦那様と恋することもできなかったもん。もう旦那様スリ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 大好き、大好き,好き旦那様がチェシャーを大事にするって言ってくれたから、チェシャーも旦那様のことが大好きって100回ぐらい言わないとダメだよね。じゃあ始める。 言い終わるまで絶対どこにも行かにいでね。はーい。旦那様だーい好き。